中成香桂福天の虫眼鏡ネッタ。皆さんこんにちは、虫眼鏡ネッタ始まりました。はいはい、始まりましたよ。はい、今回で24回目、うん、素晴らしいですな。ようやってまいりました。え、2ダース？え、ほんまや。ほんまやな。二十四の瞳。いや、いや、いろいろと出てまいりますが。はい。今回はですね、はいはい、あの、FM 三原さんとのコラボレーション。そうですわ。広島のね、コミュニティラジオ。はい、うん。そちらにお邪魔しまして。おいおい。一緒に。そうでございますよ。楽しかった。あの、三原市良子という番組がございます。ええ名前ね、これね。はい、三原市良子。特殊番組なんですけれどもね。うん、はい、こちらの様子を聞いていただきたいと思います。いはい、三原市良子に虫眼鏡ネット。虫眼鏡ネット。三原市良子のお時間です。パーソナリティはママちゃんこと早川千恵です。アシスタントはゆい。アドバイザーはチャンクスの西上です。よろしくお願いします。暮らしやすい三原市のいい街を福祉というバリアフリーな目線で発信していく情報番組です。なんと今日は実は FM 三原だけではなくて、はい、うん、なんとコラボのラジオ放送ということで、はい、三原市良子以外の番組が今日は同時進行で行われてるわけですね、はい、これはさては。そうでございますよ。何のために来たのか私もわからんようになってましたから。どうぞ片岡さん。あの、神戸市の長田区に、はい、あの FM ワイワイという、うん、神戸ですか、はい、はい。ラジオ局ありまして、はい、そちらで私と福天さんで虫眼鏡ネットという番組をやってます、はい、今日はその虫眼鏡ネットと、はい、この三原市良子さんとのコラボということで、はい、よろしくお願いします。すごい、すごいですね。すごいね。こんな感じで始まりました、ね、いいですな、はい、ああ FM 三原さんの開局4周年ということで、うん、そこに FM ワイワイがコラボしたというね、はい、ええ感じですわ。番組です、うん、はい。で、あの、三原市良子さん、ええタイトルでな、ね、あのメインパーソナリティはママちゃん。歯切れメイクされてるんだよね、えー、うん、私もカバン作ってもらったことあるんですわ、ね、Facebook に上がってました。見たええで、ね、ママちゃん商店というね、うん、されてます。熱い思いでやってあります。そして、うん、西上さん、そうチャンクスという、ね、もうこの方とはね長い付き合いなんですよ、うん、もう作業療法士やねんけど、どっちかって漫才師に近い方ですよ。ね、若者活動スペースチャンクスというのをされてるんですよ。引きこもりの方とか、うん、発達障害の方のサポートされてるんですね、はい、社会参加への、うん、まあ、そんな取り組みされてます、うん、そしてゆいちゃん、かわいいキュートはい、その3人でされているこの番組、うん、福祉番組ということで、いろんな方ゲストに招かれてお話を聞かれてるんですけれども、うん、今回のゲストが、そうそう、ジャンコスに関わりの深い、はい、この方聞いていただきたいと思うんですけど、なかなかナイスなおもろい人やね。もう、はい、皆さんどうぞお楽しみにお聞きください。とことんさんのコーナー、とことんとことんトコトントコトン。このコーナーは何かにこだわっておっとびっくりとことんさんをご紹介するコーナーです。今日のゲストさんはどなたでしょう。フードガーデン日英中野町店の萩原さんです。はい、よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします、はい、萩原さんから、はい、自己紹介をじゃあもう一回お願いします、はい、フードガーデン日英中野町店で仕事をしています萩原康弘です。よろしくお願いします。いや、よろしくお願いします。いやね、このとことんさんのコーナー、実はねこうやってこういろんな方ご紹介して、まあ当事者の方が多いんですけどね、うん、もうとことんされてるので、それを深掘りするコーナーに、実はこのね三原市良子では第1回目も実は萩原さんだったんですよ。1回目放送のゲストがですね、あ、何かこう深い関係があるわけですな。もうあのチャンクス大好きなのでいいなまあね、数字にも強いし、うん、いろんなことに、はい、あの強いんですよね。そう、さっきちょっと打ち合わせしててね、はい、そので、電車の時刻表を持って歩いてあるという、はい、愛読書、はい、愛読書ですよ、はい、ここすバイブル。ということでちょっとね今日はクイズをちょっと出そうかなと、福
店さんと片岡さん。あ、そうですか。まず福店さんにですね、はい、第1問、萩原さんに会ったことがあります。萩原さんの特技は何でしょうか。特技、はい、3択です。3択、はい、どうぞ。はい、どうぞ。1、誕生日を覚える、うん、2、お好み焼きを一度6枚に作れる、3、カープの選手の身長、誕生日、背番号、すべて言える。さあ、この1、2、3、どれでしょうか。任してください。はい。3番でしょう。3番。ちなみに萩原くん、カープの格好してきてんやろ、自分。な、はい、それ違反やろ、それは。じゃあ1番2番3番ありますけど、萩原くん正解はどれですか。全部です。ちょっと待った。なあ、ゆいちゃん、そこのピンポンのボタンもうちょっと連打してくれ。連打。はい、ということですね。もう、はい、全てなんですね、萩原くん。1番と3番は分かるで。1番誕生日覚えるとね、うん、カープの選手。なんか分かる。2番、これどういうこと。お好み焼きをですね、実は彼一度に6枚いっぺんに焼けるんですよ。素材で、あのやってましたんで。あ、それでですね、はい、だから一度に広島風ですよね。はい、広島風です。あのね、広島風ってね、片岡さん、はい、あのどっちかだから複雑よね。そうそうそう、あれ6枚って普通のお好み焼きやったらペット鉄板でな、ええ、いけましたろ、ええ、ちょっといろんな具が乗ってて、卵がかかってたりして、そば、はい、も入ってるし、それ6枚同時に、6枚同時です、ですよ。どうやってやるの。もしかして それひょっとして6枚同時に食えるとちゃうの。いや、作るの、うん、作るだけで、あの、はい、まあ、食べれるのは1枚ですね。食べれるのは1枚、あの商品は。そうやろな。で、まあまあ、6枚セットに買えば、うん、6枚食べることができます。無理せんでええと思うんやけど、はい、その6枚ってもしかして鉄板かなんかにこう肩が6つあって、はい、同時にポンと流し込んでいくわけ。鉄板は普通の平らな鉄板ですね、はい、まあ、はい、ああ、そう、そこでパッパッパッと置いていくわけ、はい、そうなんです、はい、彼ね、あの私も何回か見させてもらったところあるんですけど、あの6枚いっぺんに焼きなさいって言われて、多分最初ぐらいに1回チラッと見に行った時、はい、あたふたあたふたしながら作ってたんですけど、そうそう、1ヶ月もしたらもう簡単に作れになってて、もう本当に6枚あっという間にチャッ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 って作るんです。すごいな。ほぼいっぺんにです。卵も入れるよね、はい、入れます。それが一つの商品としてパックになっていくわけ。1日に 何パック作ってたんですか。それ6枚を何回くらいしてました。なんか、まあ、多くて、うん、8か9ぐらいですね。そんなに作りよったん、はい、すごい。日英ですか。日英ってスーパーなんです。今はね、作ってないんかね、はい、そう、今は担当外れて、今何作ってるんですか。まあ、カツ丼とかやってます、はい、それは同時に何個いけんの。カツ丼は1個。カツ丼は1つのものに、うんうんうん、まあ、多くて7個入れてます。7個すごいです、ね、すごいな、はい、もう手が7本ありますから。あなたのこと千手観音の萩原と呼ばせてもらうわ。さあ、これはチャンクスでなんか特殊な訓練を受けたんですか。いや、チャンクスではなく、もうスーパーで一応やりまして。チャンクスでは何も西上さん教えてくれなかったんですか。教えてくれなかったとか、うん、そういうことはないですけど、うん、まあ、スーパーで やって、それで やっただけですね。分かってきました。チャンクスではのどかにゆっくりこう、うん、楽しい時間を過ごして、スーパー行って元気よく行って、チャンクスで培った心の柔軟さで対応したわけやね。困ってますな。、まあ、チャンクスはチャンクスで、うん、あの、うん、他のことを作業したりとかして、はい、あ、ね、それは役立ちましたか。まあ、チャンクスの活動も楽しいなと思い、すごい、なんかあのすごい気使いながらこっち見ながら話して。正直に言っていいですよ。いい、面白かった、チャンクス。まあ、チャンクスも楽しいです。なるほど。で、今仕事も楽しい。どっちも楽しいです。なるほど、素晴らしい。秋原さん ね、日英大好きですから、うん、はい、休みの日も日英歩いていくという、うん、はい、すごい。ちなみに他のね、この誕生日、うん、覚えてらっしゃって、福田さん誕生日 何月何日ですか。と、3月の23日です。覚えててくれてありがとう。そやけどまだ何も届いてない。
ちなみに西上さんは3月の26日だから近いですね。3日違いですね。この話前もしましたね。そう近いです。近いですよ。あのママちゃんは7月の27日です、はい、はい、近いですね。どこ近い覚えてるんですよ、だからカープの選手ゆいちゃんもね覚えてるね。ゆいちゃん覚えてる、はい、7月の22日です。お母さんも近い、近いんですよ、はい、あ年齢も近い、年齢も近いですね兄弟のようにそうやな、もう一回覚えたら必ず忘れないんじゃないかと、思う。ちょっと待って、じゃあ片岡さんの誕生日今日覚えて、はい、また5年後に読んでもらったら覚えてるっていう話があるわけですね何月ですか？私は4月2日ですよ。4月2日ですね、はい、誰か一緒ですか？4月の3日にあのソフトバンクのあの武田っていう人がいます。ああそうなんですね。もうこれでインプットされましたいただけましたと思いますよ、はい、ちょっと遠いんですけれども、 FMYY on your FM dial。はい、あの続いてはですね、はい、あの福店さんがゲストで来られるということで、ええ、あの事前にハガキを募集されてたんですね、はい、すごいたくさんそうや、ね、なんか来てましたね、うん、FM ワイワイ来てないやんどないなってんのこれ。ぜひあの、この MC メガネットにもほんまやでもおハガキください。メールでも何でもええから、それでまあ本当にたくさんだったのでその一部を今回聞いていただきたいと思います、はい、どうぞ。ちごちゃんとお姉ちゃんからいただきました、いつもありがとうございます、はい、ありがとうございます、はい、もうゆいちゃんのファンね方です、はい、大好きなちごちゃん。ふてさんはじめまして、いちごちゃんです。はいどうも。ふてさんもうあの、うん、一言で答えてください。何でも答えるで、何でも聞いていいよって聞きました、うん、質問してもいいですか、たくさんありますよ、ははははって書いてますということで、まずはふてさんは着物を着るんですね、一人でも着れるんですか？着れます。はい、うん、福天さんは夢を見るんですか？目が見えない人は夢を見るのがかすごく悩んでます。夢見すぎてこんなことになってもたけどな。じゃあ目が見えない人どんな夢見る？不思議なんですけども、はい、僕もね気になって小学校の頃に、うん、生まれつき目の見えない親友がいてまして、はい、その彼にお前夢見んのって聞いたことあるんです、はい、だから彼が夢見るって言うんですよ、うん、どんな夢見たんだ、はい、ハンバーガーに噛まれる夢って言うんですね、どんな形でどんな色やったってわからんって言うんです、うん、え、どういうことって聞いたら、生まれつき見えない彼の見る夢は、音なんです。あー。音と感覚。ははははは。うん。そやから、見えない人、生まれつき見えない人は、見えない人です、うん。自分の体感で夢を見てる。あー、なるほど。私たちは視覚という情報を体感してるので、それで日常を送ってる状況で夢見んやって分かりまして。あー、なるほど。福天さんは見える夢ですか？これも不思議で、見えてる夢をずっと見てたんですが、はい、視力がだんだん落ちてから何年もう10年ぐらい経つと、うん、だんだんその自分の今の日常の音とぼやっとした想像の夢みたいな状況がになってきました。あ、うん、やっぱ変わってくるんですね。変わってくる、びっくりしてますね。はあ、またこの今度いつかどっかであの深掘りしましょう、本当ですね、まだまだあの質問があるんですよ、これですね、はい、福天さんは家の中は一人で歩けますか？最近ね、あのなんかこうねロープつけられたりどこに行くかわからないから、鎖がねもう本当じゃらじゃらどこかに行っちゃうから、はい続き、福天さんは何が好きですか？私はイチゴが好きです。お金福天さんは結婚するときプロポーズは何て言いましたか？さようなら福天さんはお子さん奥さんのどこが好きですか？ごめんなさいどこが好き？はい、あのね、もう一番心配な状況が起きている今日この頃またうち来てもたゆっくり話すよはい、逆に奥さんは福天さんのどこが好きですか？多分ね嫌いやと思います。はい、福天さんは何で面白いんですか？それ分かったら今頃もっと出世してると思うね僕ね。おもろいの僕大丈夫？はい、大丈夫ですよね。ね、ゆいちゃん大丈夫？面白いです。あ、よかった。ゆいちゃんに言われたら安心したよ俺、ね、はい、ということですね。いちごちゃんたくさん、ね、ストロベリーさん、ストロベリーさん、あのよかったらねまたじっくり飲みに行きましょう。何歳なんかな、高校卒業したばっかりですね。高卒、あ、そうなんですか。で、20歳になったら飲み行きましょう、はい、ということで追伸、妹が好き勝手に書きました、失礼なことを書いて、気を悪くしたらごめんなさいっていうことでした。大丈夫大丈夫、以上ね、はい、ということでいちごちゃんとお姉ちゃん、うん、いつもありがとうございます。ありがとうございます。ありがとう。
ここまでお届けしてまいりましたけれども、はい、これほんの一部なんですよね。そうやね、本番ね、もっとあれやったな、ガタ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 、ザワザワザワ、バタバタバタと、もうにぎやか。あ、いろんなことありましたね。ほんまにほんまに、はい、その様子は、あの FM 三原さんの YouTube の方で聞いていただけます。全部聞けんねや。ぜひあのお聞きいただきたいと思います。今度はワイワイにもね、またお呼びして、そうそう、ね、またあのコラボして改めて違う形でコラボもできるんじゃないかなと思いますので、その時またお楽しみに。